冴島。どうやった？俺にかかればこんな山へでもねえよ。ほんなら。ああ、バッチリだ。さすが背広の平八郎。バカ、でかい声出すな。すんません、つい。日村、お前本当に元刑事なのか。いや、これでも署では切れ者で通ってたんですがね。で、のみは誰のもんだったんですか？予想通り、あいつのだったよ。134番、あの釘原の番号です。ああ、早速この件を高坂に。待ってくれ。どうした冴島？そんな怖え面してどうした？なんでババに手出した？お前の標的は俺のはずや。何言ってんのかさっぱりわかんねえな。手出されたのはこっちの方だろうが。かわいそうに大和田の野郎、あれじゃ足に後遺症残るぜ。とぼけんのもいい加減にせ。おいおい、勘弁してくれよ。まさかあんたもババと同じで俺らを誘ってんじゃねえだろうな。ババが大和田を刺したっちゅうこののみ、お前のんやろ。木工の作業所からお前の道具だけきれいになくなっとったわ。ババを脅して無理やり連れ出したいうことも分かっとる。さあ、観念して白状したらどうや。バカが、あんなクズ一人助けたところで何になるって言うんだ。お前の仮釈が早くなるわけでもある前に。そないなん関係ない。今すぐ一緒に刑務官とこ行って決着つけたるやないか。ババちゃんは仮釈放が決まってたんだ。それをお前が台無しにしたんだ。あいつもおとなしく言うことを聞いてればこんな目に遭わずに済んだってのに、生意気に反抗するからこんなことになるんだ。どういうことや。ババに言ったんだよ、昨日の夜。冴島が懲罰房から帰ってきたら寝首をかけってな。なんやと。ただでってわけじゃねえ。ちゃんと表に出てからの仕事も斡旋してやるって言ったんだ。確かあいつ組に捨てられて仮釈放をひよってたんだよな。お前。だがあいつは断った。人が親切に仕事世話してやるって言ったのによ。だから呼び出してお仕置きしてやったのさ。仮釈取り消しのお仕置きをよ。教えてやろう、あん時本当は何が起こってたのかをな。はじめにあの場所で俺の部下たちが喧嘩してた。もちろん俺の指示だ。足にのみ刺して怪我もさせてな。そこにババのやつがやってきた。俺は喧嘩の仲裁に入るふりをして手に持っていたのみをババに渡した。あいつはよく考えもせずにそれを受け取ってくれたよ。あとはお前も知ってる通りだ。お前クズの中でも最低のクズや。クズに最高も最低もねえだろうがよ。所詮あいつも人殺し。ここにいる全員クズなんだよ。俺もお前もな。兄貴。冴島、お前。立てや。やっと手出したな。はよ立て言うとんのや。望み通りいくらでも相手したる。何万回殴られてもやり返さなかったくせに
あんなバカ一人に手出されただけでキレやがって。じゃがましや。お前にキレとるんやない。俺は自分に怒っとんのや。なんだと。俺は自分のことしか考えとらんかった。はよここから出なあかん。それしか頭になかった。せやからお前らに好き放題させてしもたんや。目の前におる殴りたいやつも殴られへん。それで何が極道じゃ、何が若頭じゃ。兄弟に思える男、見捨てていけるほど俺は人間できてへん。きっちり弟の痛み体で味わうてもらうで。やれるもんならやってもらおうじゃねえか。久々の喧嘩楽しませてもらうぜ。さあ楽しもうぜ。何がおもろい。この勝負俺の勝ちだ。ん、全囚人が見ているこの状況言い逃れはできねえぜ。手こずったがこれで俺の目的は達成できたってことだ。何の話。俺があんたにちょっかい出してた本当の目的を教えてやろうか。西島への復讐じゃないのか。復讐なんかじゃねえ。俺の目的はな、西島大河、あんたの刑期を伸ばすことだったんだよ。ん、あんたをぶっ殺すつもりなら初めっからそうしてる。俺はずっとあんたが手出してくるの待ってたんだ。これであんたもめでたく模範囚から脱落、仮釈放も絶望的ってわけだ。なぜそんなことを。お前そんなことのためにババ巻き込んだんか。俺とお前はシャバで因縁があったわけちゃう。俺の刑期伸ばしてお前に一体何の得があるっちゅうんや。得とかそういう問題じゃねえんだよ。俺はただ上から命令されただけなんだからな。何やと。一体誰の差し金や。またお前たちか。冴島。副所長さん、聞いてくれ。こいつの方から手出してきやがったんだ。そうなのか。はい。これで仮釈放はなしだ。あと一年俺らと仲良くやろうぜ、冴島の旦那。お前は黙ってろ。全員連行だ。怪我している者は先に手当て。はっ。ほらこっちに来い。